Windows 11で更新のスケジュールを設定する手順 Windows は、PC が通常使われている時間をアクティブ時間によって認識します。この情報に基づいて、Windows で更新のスケジュールが設定され、PC が使用されていないアクティブ時間外で再起動されます。アクティブ時間を設定するには、コンピューターで Windows Update の設定を検索して開きます。 詳細オプションタタイイルルをを選選択択しししまます。す。アクティブ時間タイルを選択して展開しますアクティブ時間を調整するドロップダウンボックスで手動を選択します開始時刻と終了時刻をそれぞれ選択し時間を適切に調整して設定します他の言語の HP 動画を検索するには YouTube の再生リストタブをクリックしてください。当社のチャンネルを検索して、公式 HP サポート動画を見つけてください。